はい。えー、それではですね、えー、開始時刻になりましたので、えー、本日のですね、フォージオンライントレーニング、デザインオートメーションインベンターの、えー、トレーニングの方を始めさせていただきたいと思います。今ですね、えっ、ー、と、こちら画面の方に共有しております資料の方を、えー、ズームのチャットウィンドウからダウンロードできるようになっておりますので、えー、お手元にですね、えー、取得していただければと思います。 またですね、本日のこちらのセッションの方はですね、録画をしまして、後日ですね、YouTube、ブログで公開をさせていただきたいと思いますので、あらかじめご了承ください。それでは始めさせていただきます。本日のアジェンダになります。まずはじめにですね、f o r g デザインオートメーション API を含めて f o g についてですね、概要を説明させていただ,きい,ただいた後、 デザインオートメーション API について、えー、少し詳しく中身を見ていきたいと思います。えー、その後ですね、LearnForge という、えー、Forge のですね、学習用のコンテンツが、えー、公開されておりますので、そちらのですね、デザインオートメーション API を使用する、えー、モデルを修正するというセクション、こちらの内容に沿ってですね、えー、ステップバイステップで、えー、進めていきたいと思います。 次にですね、デザインオートメーションでですね、あの、インベンターの iLogic を実行するという方法がございまして、こちらについて少し説明をさせていただいて、最後にですね、4G デザインオートメーションを利用するですね、コストについて説明をさせていただいて、本日のトレーニングとさせていただきたいと思います。 それでは、まず、はじめにの章を始めたいと思います。え、こちらですね。え、今、あの、ま、一昔、少し前にですね、API エコノミーというような言葉があったようにですね、インターネット上ではですね、各社 API を提供してサービスを提供するというようなことが行われています。え、こちらのですね、え、API で公開されている API というのはですね、業界標準であります、W3 シートが策定しましたですね。 えー、html, css, javascript, また、えー、restful API といった形式にのっ,とってですね、えー、インターネット上から、えー、アクセスするできる方はその API の実行ができるというような、えー、テクノロジーになっておりまして、これらの API を利用したサービスなどを、えー、開発して、えー、お客様に提供するといったような流れになっております。 こちらのですね、API、個々の API というのはですね、よく例えられますのが、こちらの左下にありますようなレゴブロック、色や形の違うレゴブロックなどに例えられまして、こちらの API をですね、各社が公開している API を組み合わせて、いろいろな形を作ることでサービスを作り上げることができるというようなものになっております。 オートデスク、弊社がですね、こちらの API を公開するにあたってですね、実はですね、オートデスク、以前からですね、クラウド、インターネットをベースにしたサービスを様々提供させていただいております。オートデスク360ですとか、ビルミム360、フュージョン360などですね。こちらでですね、培りました要素技術をですね、 API という形で切り出したもの、こちらが Forge になっております。ですので、AutodeskForge というような名前の API があるというわけではなく、Forge というのはですね、あくまでもサービスの名前で、その中にいくつもの API ですね。こちらにありますように、アイデンティティです、の認証ですとか、プロジェクトのデータを管理したり、表示をするような、そういった API がございます。 で、この工事の API というようなですね、今、あの、各社様がですね、インターネット上で公開している様々な API がございますが、オートデスク弊社が得意領域としています、デザインデータを活用するといった領域での API になっておりまして、他社様がですね、公開している API と組み合わせて、例えばですね、Google が提供しているような Google マップですとか、 IoT のデータを取得するようなサービスですとか、そういったものと組み合わせて新しいサービスを構築するといったようなことができる API となっております。ただですね、一点ご注意をしていただきたい,という点がございまして、こちら、インターネットを、インターネット越しに公開している API という性質上ですね、これまで、あの、 おそらくインベンターを使用して開発をされていた方がデスクトップ製品のアドインを開発されていた場合と、えー、異なると点が様々ございます。これはですね、あの、ウェブを介してインターネットを介しますので、セキュリティといった点が重要になってきたりですね、通信経路、あの、公開の回,の回線を通しますので、そういったところの通信経路上のネットワークの帯域制限であったり、 仮想環境や非同期処理といったような点で、デスクトップ製品のアドインを開発する場合とは、さまざま異なる点がございます。こちらのですね左下のブログ記事、参考ブログ記事というところがリンクになっておりまして、こちらをクリックしていただきますと、こういった点をですね開発して、記述しておりますブログ記事にリンクしておりますので、お手元のですねドキュメントの方をですね、 えー、クリックしていただいて、こちらの記事、えー、を参照。あの、このトレーニングが終わった後でも結構ですので、参照いただければと思います。はい。それでですね、えー、FORGE、えー、こちらですね、公式のドキュメントというものがございまして、えー、FORGE ポータル、こちらの URL で、えー、公開をしております。ちょっと URL の先の,の、えー、ポータルサイトに移りたいと思います。 こちらですね、法事のポータルサイトになっておりまして、法事に関するですね、お客様のカスタマーのサクセスストーリーですとか、あの API のドキュメントといったものもこちらで公開されております。ただ一点ですね、こちらの方ですね、えー、インターネット上で公開されているサービスはどれもなんですけども、あのこちらの法人のサービスもですね、非常に何と言いますか、更新が早いと言いますか、 あの、更新を、あの、随時かけていくような形で、サービスの内容、API の内容を改善していっているようなサービスになっております。その関係上でですね、あの、公開されているドキュメントが英語になっております。こちらの方はですね、あの、ま、日本語にいちいち翻訳しているの、い、るとですね、サービスの方が、あの、非の方でですね、もう、あの、どんどん変わっていっていくということで、ま、翻訳が追いつかないということで、 現状ですね、あの、英語でのみの、えー、ドキュメントの提供とさせていただいております点、えー、ご了承ください。それでですね、先ほど、あのー、こちら、ドキュメントというところはこちらでも、あのーえー、こちらでも表示しておりますが、こちらドキュメントの配下にありますデザインオートメーション API の API リファレンスを表示しておりますで。この中でですね、こういった形でですね、エンドポイントと呼ばれる、 すのあ,あ,ありがとうございます。今、えー、ちょっとですね、えー、チャットが入ったんですけども、こちらのですね、えー、先ほどご紹介した、えー、とブログ記事の方ですね、ちょっと、えー、サーバーの方がダウンしておりまして、今現在あのアクセスできない状況にあるみたいなので、またあの時間を置いて後ほどアクセスしていただければと思います。はい。えー、戻りまして、こちら API ですね。 こういった形でですね、個々の、あの、公開しているサービス、エンドポイントと呼びますが、それらのですね、あの、説明が、あの、API リファレンスのところにもございますし、えー、デベロッパーガイドということで、どのように使うかといったことも説明されておりますので、こちらもですね、お時間、あの、トレーニングが終わった後に、えー、お時間のある時にですね、あの、ご参照いただければと思います。はい。 えー、それでは、えっと、資料の方に戻ります。で、えー、っと、またですね、工事の、えー、っとサンプルということで、えー、っと、コードサンプルが GitHub をこの通じてですね、公開されております。こちらの方はですね、先ほどのページの、えー、下の方ですね、こちらの方、ちょっと ちょっとわかりにくいかもしれませんが、こちらですね、ここのコードサンプルのところをクリックしていただくと、えー、コードの、様々なコードのサンプル、えー、がございますので、何かわからない点ですとか、えー、調べたいようなことがございましたら、こちらのコードを参照していただく、もしくは、あのー、コードサンプルを使ってですね、えー、どういった、あのー、ことが可能になるのかということを体験していただく、していただくこともできますので、 ぜひご活用いただければと思います。はい、また、です、ねえー、ForgeSDK、えー、といったものも、こちらも、えー、公開されております。えー、こちらのです、ね、Forge の API は REST フル API になっておりまして、REST フル形式の API になっておりまして、 え、url を、え、パラメータを引き渡して叩くといったことで、クラウド上の、の、サービスを公開しているサーバー上でサービスの API を実行するというようなものになっております。ただですね、あの、実際に開発にあたってですね、例えば Node.js の JavaScript や .NET の C シャープ vb.NET などを利用する際にですね、こちらのエンドポイントとなる url を ま、直接実行することもできるんですけども、えー、プログラムのですね、可読性ですとか、見通しが非常に、あの、あまりよろしくないと。まあ、あのー、一言で言うと、のセマンティックが違うということで、非常に見通しが悪くなってしまうということで、そこの間をですね、カバーするために、あのー、利用する言語からですね、より、えー、わかりやすい形、 JavaScript、えー、や Csharp、VB でしたら、オブジェクト指向的な、えー、形でですね、えー、API を実行できるような、えー、形でラップした SDK を公開しておりますので、えー、こちらをですね、えー、ご活用いただくと、より実装があの容易にできるのではないかと考えております。またですね、えー、Forge の開発環境なんですけども、えー、オープンソースだったり、 り、え、業界標準のですね、テクノロジーになっており、いるため、え、これを利用しなければならないといった、あの、デスクトップ製品の SDK を使って開発する場合と違って、え、ミのものが、ま、あの、利用しやすいものが利用できます。例えば、ウェブブラウザーでしたら、Google Chrome とこちらに書いてありますが、Firefox をご利用いただくこともできますし、ご利用いただくこともできます。 JavaScript Editor も VS Code 以外のものもご利用いただけますし、テストツールなども様々世の中にございます。こういったですね、あの、開発環境はこちらに書かれているものを限定するものではありませんが、代表的なものとしてこちらの資料に書かせていただいております。 また、法事の開発環境の詳細についてはですね、こちらのブログ記事でも、えー、記述されておりますので、えー、後ほどですねご参、ご参照いただければと思います。またですね、本日利用するですね、学習リソースである LearnForge については、こちらの URL からあのアクセスすることが可能になっております、えー。実際の画面のホームページを見ていただくと、こちらになります。 こちらですね今、日本語を表示しておりますが、右上のですねこちらでですねあの言語を切り替えることができるようになっておりますので、あの日本語圏の方はですね日本語をご利用いただければと思います。本日のトレーニングでは、ですねこちらの中の左側のモデルを修正すると。 いった内容がございますので、えー、こちらをですね、一緒にあの、作業をしながらステップバイステップで進めさせていただければと思います。またですね、本日、えー、こちらをステップバイゼステップで進める際にですね、あの、マテリアルとしてはですね、.net ッ,ットコアと Node.js を利用する2つのマテリアルがこのページには用意されておりますが、今回は Node.js を利用する方で進めさせていただければと考えております。 え、それでですね、次に、フォージを始めるには、ということで、え、o r g e これを始めるの、Forge の API を利用するには、こちらの URL に、もうすでにですね、あの、事前にご案内しておりますので、あの、作業していただいているかとは存じますが、こちらのページからですね、オートデスク ID でサインインをして、フォージアプリを作成、そして開発をすると。f フォージアプリを作成する際に、クライアント ID、クライアントシークレットと呼ばれる、 えー、フォージアプリに、あの、作成したフォージアプリにアクセスするためのキーを、えー、取得する必要がございます。これは後ほどですね、あの、作業をする中で、えー、一緒にお見せしたいと思いますので、えー、ここでは、えー、この二つが必要になるということを、えー、覚えておいていただければと思います。またですね、先ほどご説明いたしました、 当時のアプリケーションからのアプリの登録ということで、先ほどの当時のポータルサイトからですね、アプリケーションズの下に入っていただいて、新規にアプリケーションを作成する。そして、アプリケーションの名前を入力して、ディベロッパーキーがこちらにモザイクがかかっておりますが、ディベロッパーキーとクライアントシークレットが表示されますので、こちらを取得して利用するというような形になります。 またですね、えっと、このアプリの登録にはですね、アプリの情報を登録して利用する API をえー登録の選択していくという形になります。で、えっと、今回のチュートリアル向けにはですね、えっと、デザインオートメーション API というものと、この中でミスク API と書かれているものを利用するんですけども、まあ、あの、すべてチェックを打たれていても特に問題はないので、 えっと、そのままの形で作成していただいても構わないかと思います。じゃ、セーブチェンジをしますと、え変更が保存されるというような形になっております。ではですね、え,とえっと、少し、ええっと、実際の画面を見て、どのように登録するかを見ていっていければと思います。こちらですね、今私のアカウントでサインインをしておりますが、 もしですね、あの、アプリケーションをまだ作成されてない場合はですね、えっ、ー、と、ご自身のデスクトップの上で、えー、同様にですね、アプリケーションを作成していただければと思いますので、えー、ご覧ください。アプリケーションズを選択いたします。 で,ですね。すでにですね、私、あの、作られている、作成しているアプリケーションがありますが、こちらのクリエイトアプリケーションを押しまして、そうですね。<タッ>ランフォージ2 0 2 0 1 0 0 5えー,フフージ、l a n f こちらの名前何でもいいんですけども、あの、後で分かりやすいような名前を入れていただいて、トラディショナルウェブ a p p を選んでいただいて、 えー、クリエイト。はい。としますと、こちらの方にですね、クライアント ID とモザイクが書かれたシークレットが作成されるかと思います。<laughs> こちらですね、この目のボタンを押すと、実際の文字列を見ることができますし、また、こちらのですね、紙のマークを押していただくと、クリップボードにコピーをすることができます。 ただですね、こちらのクライアント ID とシークレットなんですけども、こちらですね、あの、このクライアント ID とシークレットを知っていますと、えー、この、えー、あの、作成したアカウント、アプリケーションを作成したアカウントの、この、こちらのアプリケーションを、えー、アクセスにアクセスして利用することができます。できるようになってしまいます。えー、こちらですね、えー、後ほど最後にご説明しますが、あの、工事のサービスをする課金の部分、 そちらの課金はですね、このアプリケーションを作成、開発した、こちらのアカウントに対して課金をされるという形になりますので、あの、よその人がですね、こちらが知ることができないように、従々注意をして取り扱っていただくようにご注意をお願いいたします。それで API アクセスの方がですね、こちら、このようになっておりまして、今回使われます デザインオートメーション API と、こちら MISCAPI の中にモデルデリバティブが入っておりますので、こちらがチェックが入っていればいいですけれども、今回はすべてチェックをした状態で、セーブチェンジを押していただくことで、アプリケーションを作成することができます。 で、えー、アプリケーションズに戻って。また後ほどですね、こちら、あの、実際に作業をする際に、クライアント ID とシークレットを、えー、見ていきますので、えー、このページ、もし今作成された場合にはですね、開いたままの状態にしておいていただければと思います。はい。えー、それでは、えー、次に進みたいと思います。